こんばんは。前髪が伸びちゃって巻いたらこうなった。よいしょ。こんばんは。待ってください。なんかアイラインがおかしい気がして、よし。なんか前髪が巻きすぎてやばいことになって。CM 選抜予選の最終順位8位、ありがとうございました。ということで、今日の5時に予選の発表があったんですけど、もう5時からね、決勝も始まっているので、ぜひ皆さん、ちょっと長い期間なんですけども、よろしくお願いします。まずはね、予選に入れたことがすごく嬉しいです。ありがとうございました。ということで、決勝も頑張りましょう。頑張りましょう。4ラウンドあるのかな。それで、順位ごとでボーナスっていうのをもらえて、なのでね、頑張っていきたいと思います。そう、本当に8位は嬉しかったです。 そう、まず予選入れて本当に良かった。予選に入れたのが良かったなと思いました。いやさ、5時
から発表で、5時の時はまだお風呂掃除してたんですよ。でやばい5時やと思って見たら無事入れていたのでよかったです。でも決勝はね、あの予選とはまた違うイベント、違うステージなので、そうまた一からっていうのになるんですけど、よろしくお願いします。そう、ハンちゃんが7位でね、ハンコ並んでたね。そうなんです。まあ予選は順位気にせずに決勝を頑張っていきたいなと思っているので、ぜひ皆さん1枚でもご協力をよろしくお願いします。はい。暖房の音めっちゃすごい。そうでもない。暖房入れないとさすがに寒くて暖房入れたんだけど、音やばいか。私は明日は早起きをしないといけないんです。なぜなら明日はお弁当の日なんです。お弁当の日なんですよ明日。私は早起きをしなくちゃいけなくて、なんか定期的に何ヶ月に1回ぐらいなんだろう、3ヶ月に1回、そんぐらいの頻度でなんか自分でお弁当を作ろうみたいな日があるんですね。なんか福岡お弁当の日みたいなそういうのがあって、それで自分で作って学校に持っていくっていう、自分でお弁当を作ろうみたいな日があって、その日は給食なくて自分でお弁当を持ってこないといけないんですけど、そう過去にもう何回もあのこの話してるんだけど、一度も自分で作ったことがなくて全部ママに作ってもらってたから、ちょっと明日こそはちょっと自分で作ろうと決心しまして、ママにお弁当の材料を買ってきてもらってたので、明日は早起きをして自分で作ってみたいと思います。作ったことないんですよお弁当なんて。でも友達がなんかなんだっけ、寝過ごしてっていうか、去年で私が1年生の時からその取り組みあるんだけど、去年のクラスのこの友達がなんかお母さんにもそのお弁当の日を言ってないかったのかな、多分言ってなくて、でその子も明日お弁当の日っていうのを忘れていて、それで寝坊したのかな多分。それで結局お弁当を作れずにコンビニ弁当を買ってきた友達いましたね。
あれだけさ前日に先生から明日お弁当の日なのよってお弁当の日ってめっちゃ言われ叩き込まれるんだよ。前日忘れる人が出てくるから叩き込まれるんだけど忘れててその子。そうなんかでも一応学校になんかその忘れた子のために予備みたいななんか弁当があるらしいですよ。忘れても多分大丈夫みたいな忘れちゃダメなんだけどね。なんかお弁当があるらしい。チャーハン弁当作る確かに。でもチャーハンの気分じゃないんだよな絶対。そうどうしようか。前日締め作る日と人目でママップがそう全部ねママでみんなちゃんと手作りしてるんですよ。周りの友達は結構多分手作りしてる子が多くてなんかみんなこう頑張って作った感がある弁当を持ってきて食べてて、でなんかママなんか結構すごいんですねお弁当なんか詰め方とか結構すごいからなんかそう自分で作ったみたいなめっちゃ言われるけどめっちゃママっていうめっちゃびっくりされる。クオリティがすごくてなんか盛り付け方のクオリティがすごくて自分で作ったみたいな感じで言われるけど作ってないよ。私お弁当の日ちゃんと自分でしてて偉いね。私もさすがになんかやりたい気分になってちょっとやろうかなと思って。配信でやるのもありかもね。でもめっちゃ寝起きの顔でや、まあ、いつも寝起きの顔でやってるけども朝配信しよっかな。したら目が覚める気がする。したらちゃんと起きるしね。さやちゃん、いやさやちゃんお弁当はさすがに作る気満々そうじゃない男子も自分で作ってるんだよちゃんと。でもみんなそんな早朝起きれますか。まあ、平日だけど。いつも寝起きだから別に恥ずかしいとかはないんだけど、そうだね。配信するのもありか考えてなかったね。チャーハンは作らん。私はおにぎりがいいんです。梅おにぎりがいいのチャーハンはちょっと。お弁当作ろうかな。チャーハンリコ多い確かにみんなチャーハンで。なんかさやちゃんがさそうなんかどんどん移動してた。どういうこと。どうしたんでしょう。ね、朝配信しなあれ 何時起きぐらい。5時起き。そんなに。私はいつも7時半くらいに家を出てるので髪の毛準備もしないといけないから何時起き。何時起きくらい。5時。5時じゃない？5時、6時、7時。2時間もかかる。準備は30分でできるから。5時過ぎ？ 5時15分くらい。15分でも多く寝たいんで、5時15分くらい。わかった。もう髪の毛とか、もう、歯磨きとかも全部終わらせて、それで全部終わらせてで配信すればいいのか。そしたら配信終わって準備する必要がないよね。全部あのもうあと制服に着替えてご飯食べたら出れるっていう状態にして
お弁当、間違えた、お弁当作って、お弁当のあまり食べ、あまりを朝ごはんにして食べて学校行けばいいのか。 OKOK OK です。ということで、私は明日は5時15分くらいに起きて、髪の毛と歯磨きを全部終わらせて、いや、私エプロンってどこにあったっけ。なんか一回ね、エプロン、まあどっかにあると思う。5時15分ぐらいに起きて、5時半過ぎくらいから配信始めれたらいいなっていう感じ。そして6時、1時間半あれば作れる、さすがに。1時間半もいるかな。1時間くらいで良さそうだけど。いや、もう15分、もういつも例えば6時15分に起きるとしても、15分なら20分でもいいんじゃないってなって、いつも5分伸ばしたりします。なんかもうコンサートの日くらい早いけど、私1時間半もかかるかな、作るのに。なんか意外と手際が良さそうな気がするんで意外と効率よく作れば1時間くらいで終わるんじゃないって思ってるけど、まあやめとこう。学校に間に合わなかったらあれなんで。明日友達が歩くかどうかなんだよな。友達も自分で作るからさ、多分一緒に歩いてるってる友達が、だから車で行くとか言いそうなんだけど、夜のうちに作り置き。でも明日入れたいメニューが、別に作り置き、何入れるの、唐揚げとミートボールとうずらと卵焼きとウインナーと、あとは今日の夜ママが作ってくれるさつまいもとおひたしだけだから、唐揚げは焼けたてじゃないと美味しくないじゃないですか。でウインナーも炒めるのはその日じゃないと美味しくない、卵焼きもその日作れる。なんかそんなに下準備するものがないんだよ。ミートボールとうずらは刺すだけでしょ唐揚げはまあ揚げるだけで、おひたしは入れるだけでしょ。最悪のり弁と梅干しと昆布確かにそれにならないように頑張ります。おにぎりはおかずだけのお弁当なので、おにぎりは別にラップに巻いて持って行ってます。いつも食べるだけ切ってきたてじゃないので。でも前日の揚げたのはやだそのペンドはどこで買えますか。劇場で販売しております。唐揚げとかなんか作れない。冷凍食品の唐揚げだよ私は。だから揚げるだけですよ。私は唐揚げなんか味付けなんかしきらないので、さすがに冷凍食品をあげます。おにぎりまでさ、お弁当に入れておいたらさ、こんなでっかいお弁当になりそう。
キーホルダー、あ、ちょっとつきませんね、在庫がなくて。チン、レンジかレンジでやるらしい。じゃあめっちゃすぐ終わるくない？卵焼き作るだけじゃん。卵焼き作ってミートボールをレンジして、レンジ入れて、え、30分で終わらない？1時間な、あ、でもおにぎり作らんといかん。で、1時間あれば終わるくない？卵焼き作ってウインナー炒めればいいだけじゃない？全然寝れなくない？え、待って、じゃあ5時半に起きても全然間に合うくない？5時半、5時45分ぐらいに起きても間に合い、全然間に合いそう。想像だけ言う、そうなんよね。できる気がするけど、いざやるとできないんですよ。時間がかかる。だってさ、あのさ、豚汁とかを作るだけでもさ1時間以上あったのに。いつもウィンナーは博多の香りです。お弁当の部屋みんな授業中眠くなりそうだね。うん、そうだね。その余裕。歩いて行っております。学校まで40分以上かけて歩いてます。遠いんですよね、もう結構遠い。じゃあ5時半くらいに起きたいと思います。明日は。なので配信は、まあ、6時周辺で始めます。6時前かもしれない。まあ前、6時前から、6時前くらいから始めたらいい。お弁当作りに集中して口数が少なくなったらごめんなさい。配信してること忘れちゃったよ。私も頑張って起きないと。もう寒くて最近もう起きるのがもう起きれない。もう寒くて本当に寒すぎて、あの布団から出れないんですよ。お料理配信見てるだけ楽しいです。よかった。寝坊してコンビニベッドにならないようにね、それだけは頑張って避けたいと思います。コンビニ弁当は絶対に嫌だ。
学校で用意してお弁当食べてみたいの。いえ、やっぱ手作り弁当にはかなわないので手作り弁当を食べたいな。どんな弁当なのかわかんないけど、でも先生たちもさ手作りしたやつ食べてるから、どんな弁当が用意されてるのかは知りませんが、手スープも手スープは持っていきません。そう、この間さお弁当の日の時に、なんか友達男子の一人友達がスープ味噌汁だった、味噌汁をなんか小ちゃい水筒みたいな、なんかスープを入れるようなのかわかんないけど、そういう水筒みたいなのに入れてきてて、それがお弁当のこう風呂敷じゃないけど、なんか風呂敷みたいなのの中で、お弁当を包む入れ物の中でこうこぼれちゃってて、そうすごいことになってました、カバンの中が。そう、それを見ちゃったのでペースープはちょっと後日しようかなと思いますもう私もさ何回もさ水筒バッグの中でも、こぼしちゃったりっていうか、水筒が閉まってなくてこぼれちゃったりとか何回もしてるから怖いよね。カバンの中でこぼれてて、教科書がもうびっちゃびちゃで、そう学校のベランダで干してたりとか何回もあるから、それが怖いんだよね、絶望するもんね。あ、サンダさんがくれたやつです。これは ずっと最近使っています。色が可愛いでしょ。ね、見てこれ、これをみんなに見せたい。これかわいくない？これはジルスチャートのなんか何個買ったらもらえるみたいな、なんか限定の何個もらったらもなんかついてきますよみたいなリップクリームなんだけど、ちっちゃくてめっちゃかわいくない？こんなサイズおまけ付きみたいな、めっちゃ可愛い、ね、これと、あとはね、これも可愛いんです。これも可愛いでしょ。これディオールの、これもなんかこれと同じで何個買ったらついてくるみたいな、ちっちゃすぎて可愛いんです。見てこんなサイズ、これは本当に可愛くて、ちっちゃすぎてめっちゃ甘い匂いがする。同じサイズ、これが可愛いんです。めっちゃよいしょ。テンションが上がるちっちゃくて可愛い。本当はこのリップがこんくらいあるの、本当は。でもちっちゃいんで可愛い。ダンスどうやって覚えてる？ダンスは私もいい覚え方を知らないんですけど、曲が知らない曲とかは特に覚えるのが遅いから、うん、めっちゃ初見の曲は
まずリハブイ振り部位を見るんですよ。一回全部見て、私のポジの人を踊ってるのをとりあえず追いかけて、一回全部動画を見て、じゃあこんな感じかって、まず簡単か難しいかを区別して、難しいのから頑張って覚えてるんだけど、コンサートのまず自分が出る曲を一回全部動画見てみて、難しいのをで脳が判断したやつから覚えて言ってて、まずはタブレットに動画保存したやつをエアドロして、タブレット大きいので覚えてます。難しいけど、どうやって覚えてるんだろう。なんかまずはなんか決めて覚えてるかもしれない。イントロをまず覚えて、 A メロを覚えて、次 A メロと B、 違う、イントロと A メロをつなげて、 B メロを覚えて、サビを覚えて、で落ちサビを覚えて、ちょっとずつ覚えてつなげていってるっていう感じなんだけど、ダンスがとてもとても苦手なので、まだ覚えるのめっちゃ時間かかるし、なんか動画で覚えるより人に教えてもらった方が早く覚えれるんだけど、でも動画で覚えなくちゃいけないから頑張っております。カバンの中で、うわやばい、それはやばい。フェスープも劇場で買える、そうね、劇場で売ってもらいたいと思います。毎回気合いの入ってお弁当を作ってる友達いるの。なんかあんまりみんなのお弁当を、こうみんなのお弁当なんていうの、見にまじまじ見ないからわかんないけど、でもみんなね、めっちゃ自分で作った感のあるいいお弁当を作ってきてます。そう、シミがすごいんですよ、あの教科書の。この間はジル・スチュワートで新しい香水を買ってます。買ってテンションが上がってる。アミューズのリップが超おすすめ。アミューズのリップ私欲しいんだけどさ、最近あれなんか入れ物が変わったよね。あれいいんだね、なくさないようにします、頑張って。手から覚えるって、そうなんだ、手から覚えるが早いのかな。曲で覚えたらポジション変わった時大変そう。確かにゆかさんパソコンで覚えてる、めっちゃ。どういくか難しいの、全部難しい。全部難しいですね。オーディションの時よりめっちゃ覚えるの早くなった。もうオーディションの時よりは早くなってほしい。早くなっててほしいなって感じです。食べは一個はしないですね。まだ黙食なんで、喋りながら、喋ろうと思えば喋れるけど、まだみんな黙食。一応なんかまだ黙食なので、学校がね。
なので食べ合いっことかはしないかな。お弁当の写真載せますね。みさんに教えてもらってるから、ね、いいんだね。私も欲しい。同期にアドバイスしたり教え合ったりする。私めっちゃ教えてもらってる。教えてもらってます、たくさん。根元がたくさんみんなに教えてもらいながら、やっほー、カレンレンめっちゃ早い。もう一回見て覚えるくらい早い。カレンレンいいよね。私もそんな早く覚えれる脳みそが欲しい。カレンレンより頭はいいはずなのに覚えるのは遅い。でもカレンレンってね、意外とね頭いいと思うんだよね私。そのカレンレンより頭はいいはずなのに。カレンレン見てませんように。カレンレン配信見てませんように。みんな言っちゃダメだよ、内緒です。でもさ、小学校の時はめっちゃ班の机とかにしてみんなで食べてたんだよ、お話ししながら。でも高学年、小学校途中からもうコロナでそういうのが一切なくなって、中学校もそのままだから、なんかその元に戻るって言ってもちょっと恥ずかしい。喋りながら食べれないかも、ちょっと恥ずかしくなって。ダンス経験者コツが分かるんで、そうだね。爆ダンス発言。覚えるのが早いね。まだ外出るときマスクしてます。今はもうインフルがすごいからね、マスクしてます。てかなんか顔が赤い。みーちゃんのダンスは体幹鍛えればフラフラするの減ると思う。ごめんね。頑張ります。HKD 全体のダンスパフォーマンスのレベルがこれ何？圧巻？みんなダンス上手だから頑張ります。結構警報の
メンバーになって初日とかは結構ね、フリーとかたくさん指摘をもらって頑張りましたねまだまだだけどたくさん正しい振りをたくさん教えてもらって、そう頑張っているところです。コッペの今日のなんだっけ、塩サバ、塩サバって言っていました。さっきの発言、カレンレンが聞いたらペーって怒りそうカレンレン怒っても怖くないから大丈夫ですカレンレン怒っても怖くない、もうペー言うだけなので。そう、塩サバやめた、来た、かっこよく見せるコツとかも教えてもらいましたし、うん、苦手な振りが多いのでめっちゃ教えてもらいました。そう、ゆいなの生誕祭出れなくてもう悲しいと思って、最近私はゆいなの生誕がパジャドラデビューだったから出たかったんだよ。悔しいんです、めっちゃ悲しい。ゆいなにすぐ LINE した、出れないねってそう悲しいんです。ロールキャベツ来た、よっしゃ。ここてんや情熱でカレンレンと、あ、ね、書いてくれてたよね。そう、あそこ私もカレンレンとさ、ペアがめっちゃ多いんよ。1曲目の青い月もパンってめっちゃ叩かれるし、あれ結構痛い。あとちょっと、ね、VR もね、なくなっちゃって、確かに。てて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 、海が見えるレストランから。ホタテバター焼き、味噌汁、よっしゃ。今日のあれで余ったのは明日弁当に詰めます詰めます。お腹すいた、それお腹すいた。今夜部活します、ありがとうございます。私も部活しないと、部長の座を、部長の座を狙わないといけないので部活を頑張らないと。あの写真の再現、ちょっとそりゃ難しい懐かしい、あの写真めっちゃ美味しかったな。そこのホタテ、ホタテ大好き。カラオケにバケツをかぶれが入ったみたいで、ハンちゃんとか歌ってた。そうなの、バケツ。カラオケ行きたい、友達とカラオケ行きたいってめっちゃ話してるんだけどさ、友達絶対歌わないんだよね、恥ずかしいのか。もつ煮美味しそう、復活してきました、ありがとうございます。
観覧車は一つ。カルテちゃん、あのホタテ食べて美味しかった。美味しかったよね、あれめっちゃ美味しい。明日から2月はちょっとやばいです。さすがに早すぎてやばい、やばいよ、もう本当に2月は特に忙しくなるので頑張ります。12分の1、そうだよね、12分の1が早い。ねえ、バレンタイン、私はこの間6期生に、6期生誰だっけ、カレンレン、ハンちゃん、ココテンにいたメンバーの6期生にリハ前にみんなバレンタインちょうだいねって言いました。みんなバレンタイン私にちょうだいねって言ったらみんなにめっちゃスルーされた。全然みんなもう絶対聞こえてるのに全然あのスルーで、もう全然聞いてくれませんでした。いや、バレンタインちょうだいねって言ったんです、みんなスルー。さて、くれるのでしょうか、私にバレンタインを。みんなはくれるのかな。生チョコとかめっちゃ食べたいんですよ。2月も早速ね、3,4 ここてん、あ、そう、3,4 富士ココがいるね、富士ココがいる、ここてん新鮮だね、楽しみ。富士ココ富士ココとさ、ペアのところもあるからさ、そう、多いから、多い気がするから、楽しみ。扇風機つけてる、なんだっけ、暖房をつけてます。ね、セブンの生チョコ食べたい。あれさ、毎年美味しいよね。毎年美味しい。毎年楽しみにしてる生チョコ、セブンの。でも最近は暗くなるのがちょっと遅くなってきてるよね。はい、ということで
ランキングを読んでいきたいと思います。コンサートの振り覚えを本格的に始めないといけないので頑張って覚えます。頑張ります。はい、ということでランキング読みます。13位から、あ、ちょっと待って、ギフト読むね。クロさん、グーグーありがとうございました。リッペさん、ハートありがとうございます。マイノくん、ハートありがとうございます。ガッキーさん、神ありがとうございます。シルちゃん、キラキラありがとうございます。チカクさん、神ありがとうございます。クロさん、かわいいありがとうございます。シルちゃん、キラキラありがとうございます。ミヤさん、神ありがとうございます。ソイミルクさん、神ありがとうございます。マイノくん、ハートありがとうございます。ディワなんていうのこれ、ありがとうございます。ハート、タダちゃん、レインボースターありがとうございます。アナクマイチローさん、ハートありがとうございます。イルファーさん、ハートありがとうございます。カシコドッキューさん、キラキラとテープありがとうございます。ウッチーさん、ハートありがとうございます。ウクケセさん、キラキラありがとうございます。ドクターエンハラさん、タコありがとうございます。前田マーさん、ホットチョコありがとうございます。博多カンベイさん、キラキラありがとうございます。前野くん、ハートありがとうございます。ありがとうございました。ということで今日の17時から CM 選抜の、決勝が始まっているので、ぜひ長い期間なんですけどもリクエストよろしくお願いします。頑張りましょう、みんなで、ウェブファミリーみんなで頑張るぞ、よろしくお願いします。私も引き続きカメリアタイムなどできること頑張っていくので、皆さんも少しでも協力してくださったら嬉しいなと思います。明日は6時前くらいからできたらいいな、6時周辺です配信朝のよし、早起きできた方とか、いつもその時間くらいに起きてる方はぜひ遊びに来てください。お弁当頑張って作ります。はいそう、もうみんなたまたま起きちゃった人とかで大丈夫なんで、寝れる方は寝てください。はい、ということで明日の朝配信もみんな来れる方は来てください。ありがとうございました。ではまた明日の朝、バイバイ。